はい、こんにちは。今日は1984年福井大学の問題です。問題はこちらです。アルファ足すアルファ分の1イコール2分のルート5マイナス1の時、アルファ5乗の値を求めようといった問題ですね。こちらは今回3通りでやってみたいと思います。まず1つ目、スマートなやり方がありまして、これルート5っていうのがあるので、これを2乗してこのルートを消しましょうっていう話ですね。で、このまま2乗したんでルートが残るので、このマイナス2分の1をこっち側に持ってって、アルファ足すアルファ分の1足す2分の1イコール2分のルート5、この形にまずしましょう。これで2乗すればこのルートが取れますよね。で、まあこれで一塊にして、これを2乗、これを2乗というふうにしましょうか。そうするとこれの2乗を足す2かけるこれかけこれですので、アルファ足すアルファ分の1足すこれの2乗ですので、こうなりますね。こっち2乗すると4分の5で、これこっち持ってくるとマイナス4分の5になるので、マイナス1イコール0っていうふうになりますよと。はマイナス1イコール0で、これさらにここ展開するとアルファ2乗足すアルファ2乗分の1足す2ですよね。まあ、2はこっちで計算しましょうと。そうすると足す1ですね、イコール0というふうになって、まあ、こんな形になったよと。で、これさらに分母を払うとアルファ2乗かけましょうか。そうするとアルファ4乗3乗2乗1乗1って形が出てきて、うまいことこれが出てきたよ。じゃあアルファ5乗の値はってことなんで、アルファ5乗はこれで割ればうまいこといきそうですね。で、これっていうのはアルファ5乗マイナス1を計算すれば、アルファマイナス1と4乗3乗2乗1乗1っていうのが出てくるので、まあ、こんな風に因数分解できますね。まあ、これマイナス1をこっちに持ってくれば、アルファ5乗っていうのはこうなるよと。今ここの部分が0なわけですから、これ0とすれば結局ここ0で1になるねと。つまりアルファ5乗っていうのは1ですねということで、まあ、こんな形で求めるのが一番スマートかなというふうに思います。まあ、ただ今回アルファ5乗だったので、うまくこの形作ってこうやって割れたんですけども、まあ、もうちょっと汚い式であったりとか、まあ、あるいはもうちょっとここをぐちゃぐちゃしてたら、まあ、ちょっと大変そうだなということで、もうちょっと別のやり方も考えてみましょうか。例えば今今回ここでこの形が出てきましたね。この2乗したものとこれ足す1が0ですよと。これからうまいことを全化式作ってみましょうか。例えば、じゃあここ、アルファ5乗を求めてよってことなんですが、アルファ5乗足すアルファ5乗分の1。これでセットで考えましょう。これがいくつなのかっていうのを知りたいよと。これが分かれば、つまりこれ、アルファ5乗分母払えば、アルファ5乗の2乗を、まあ、例えばここ t としましょうか。で、プラス1イコール t アルファ5乗っていうふうになって、アルファ5乗に関する2次方程式になりますね。これこっち持ってきて、解の公式で解けば、アルファ5乗が出るよと。つまり、ここの値が分かれば、あと二次方程式解けばいいよっていう話になるので、まあ、要するにまずここの値を出しましょうと。これを出すために、全化式作りましょうか。つまり、an っていうのを α の n 乗足す α の n 乗分の1。こういうふうに置いたときに、まず a1 はっていうと、a1 はこれ1にしたものですから、この値ですね。つまり、2分のルート5マイナス1ですよと。で、これルートがついてて、ちょっと汚い数なので、これ t としましょうか。これ丸ごと t とでも置いて、まあ、h は t ですね、と。で、a2 はっていうと、まあ、今この値ですね。a2 はこれ。つまり、ここ t と置いてるので、マイナス t マイナス1ですね。ということで、マイナス t マイナス1。これが a2 ですよ、と。で、あとは、an プラス2ですね。つまり、ここから全化式作りたいよ、ということで、三交換全化式。これを n プラス2乗プラス、n プラス2乗分の1。こういうのを用意してあげて、これっていうのは、要するにこれが an プラス2ですね。これ。で、これは、アルファ足すアルファ分の1かけるアルファの n 足す1乗と n 足す1乗分の1っていうのを用意してあげて、これをかけるとこれが出てきますね。これかけるこれで、これ。で、これかけるこれで、これが出てくるよと。ただし余分なものが出てくるので、それを引きましょうと。余分なものはこれとこれかけたもの。これとこれかけたものが余分ですね。つまり、アルファの n 乗と、アルファの n 乗分の1っていうのが余分に出てくるので、これを引いてあげれば、これが等しくなるよってことですね。で、そうすると、ここっていうのが、これの n 足す1乗ですね。n 足す1にしたもの。ここが an ですね。ですので、これが、あとは、これですね。つまり、これ a1 ですよ。t ですね、これ。ということで、こんな全化式が立つよと。三交換全化式。an プラス2イコール t かける an プラス1。引く an ですよということで、こんな三交換全化式が立って、ここから a5 を求めましょうということですね。じゃあ a5 はっていうと、これを使うと n を3にすれば OK ですから、t かける a4 ですね。引く a3。こうなりますよと。じゃあ a4 はっていうと、今度 n を2にすればいいわけですから、a4 は、ta3 引く a2 ですね。ここは ta3 引く a2。
個が TA3-A になるわけですので、こうなるよと。というふうに、この数をどんどん下げていって、最後これを使いましょうってことですね。そうすると T だけの式になりますね。まあ、これ計算すると T2 乗を A3 のここマイナス1があるので、もう A3 マイナス TA になるよと。で、またここで A3 はっていうと、どうなるかっていうのを考えましょう。A3 は今度 N を1にすればいいから、TA2-A1 ですね。これ TA2-A1。TA2-A1 ですよと。で、A2 と A1 だけの式になったので、これで T の式になるねと。じゃあ、これ計算すると、TA2 ですから、これの T かけたもの。マイナス T 乗マイナス T ですね。で、マイナス A1 は今 T ですから、マイナス T。つまりマイナス 2T になりますね。で、ここはマイナス T の A2。つまりこれですね。まあ、マイナスも出しましょうか。プラスにして T 足す1と。こうなります。で、T だけの式になったよと。まあ、T だけの式になったんですが、T は今この式ですよね。この数ですよと。これをここに代入してうじゃうじゃ計算するのは大変ですね。ルートがあるので。ですので、これもまた次数下げをしましょうと。つまり、これっていうのを、これ2倍して 2t。で、マイナス1こっち持ってくれば、2t プラス1っていうのがルート5ですね。この形にして2乗すれば、このルートが取れるよと。じゃあ2乗しましょうと。4t2 乗プラス 4t プラス1ですね。これが5になるよと。両辺2乗して、この形にして、5をこっちに持ってくれば、マイナス4イコール0ですね。ということで、これで、マイナス4イコール0。ということで、あと4で割ってあげれば、こうなるよと。で、ここ1ですね。で、あとは t2 乗イコールにすれば、マイナス t プラス1ですね。つまり1マイナス t になるよと。これが t2 乗。ということで、これで次数下げしましょうってことですね。これで次数下げしてあげて、最後 t 計算すれば OK と。そうすると、これで計算すると、t2 乗マイナス1ですから、これマイナス1すると、こう引いて、マイナス t ですね、ここ。マイナス t。で、ここはっていうと、マイナス t2 乗ですから、これのマイナスですから、t マイナス1ですね。で、マイナス 2t ですから、こうなると。つまり、マイナス1マイナス t ですね、これ。マイナス1マイナス t ですよと。で、まあ、これでマイナス t かけましょうか。ここで t プラスの t2 乗になるので、ここが t2 乗は1マイナス t ですから、ここ1マイナス t。ということで t が消えて、ここ1ですね。結局これ計算すると1ですよと。次に、じゃあここですね。ここ t プラスの t2 乗、プラス t2 乗プラス t ですね。で、t2 乗というのは1マイナス t ですが、1マイナス t にすると、こうなって t が消えて2ですよと。まあ、結局、英語の値っていうのはこんな感じで2だということがわかるわけです。つまり、この値が2だということがわかったので、あとはこの α5 乗の値を二次方程式解けば OK と。じゃあ、分母分子じゃない。両辺に α5 乗をかければ、α5 乗の2乗、マイナス 2α5 乗プラス1イコール0になるので、これで、これに数分解できますね。ちょうどこうなるので、これで α5 乗っていうのは1ですねと。という形で求めることもできるかなというふうに思います。続いて3つ目の解法ですけれども、まずこれ α について解いてみましょうか。α をかけるとこういうふうな式になって、で、これ α の二次方程式、これ判別式計算すると、これ負になるんですね。判別式が負だということから、これ α っていうのは虚数解ですね。実数解持たないよと。虚数解ですので、じゃあ α を、極形式で r コサインシータープラス i サインシータとでも置きましょうか。こういうふうに置いてみると、これ、α 分の1っていうのは、これの α のマイナス1乗ですね。α のマイナス1乗ですから、α、r 分の1の、これのマイナス1乗。つまり、コサインマイナスシータ、i サインマイナスシータですね。ここはマイナスになるだけですよと。つまり、r 分の1のコサインシータ、マイナスの i サインシータと。こういうふうになりますね。で、これとこれを足すわけですから、つまり、r、コサインシータ、足す、まあ、コサインシータでまとめましょうか。コサインシータの括弧のこれ足す、これですね。R 足す R 分の1ですよ。これが実部。で、虚部は I、サインシータの R、こっち側は足す、引く R 分の1ですね。こうなると。実部と虚部に分けてこれ足す、これをするとこういうふうに書けますよと。で、これが2分のルート5マイナス1。これは実数ですよね。これとこれ足して実数になるよということから、この虚部は0ですよね、と。ということは、今、サインシータが0になるか、こっちが0になるかなんですが、こっちが0になるときっていうのは、サインシータ0になっちゃうってことは、アルファが実数になっちゃいますね。今、アルファは虚数だったので、こっちが、サインシータが0になることはないよと。ということは、これが0になるしかないよと。で、r マイナス、r 分の1が0ってことは、r をかけて、r2 乗マイナス1が0ですよと。つまり、これが1になって、r は今、正の値で取ってるので、r は1ですねと。ということから、r が1だってことが分かりましたと。
R が1ですから、アルファっていうのは、ここ、1にすると、コサインシータープラス、I サインシータですね、と。こういうふうに置けますよ、と。で、R が1ですから、今ここは0になって、R1 とすると、ここ2コサインシータですね。2コサインシータっていうのがこれですよ、ということになります。この等式は、アルファがこれで、2コサインシータがこれ。つまり、コサインシータは、これを2で割ったもの。つまり、4分のルート5マイナス1ですね、と。これが出てきます。このアルファの値ですよ。で、このアルファの5乗の値を求めたいよということですね。で、まあ、複素数平面上で考えたときに、単位円変えて、シータがこの値。で、ルート5ってだいたい 2.236 いくつですね。ですから、コサインのこのシータの値っていくつなんだろうということで、ちょっと考えてみると、4分のですか、4分の、これですね。マイナス1すると 1.236 いくつ。ということで、4分の 1.236 いくつ。これぐらいの値だなと、このシータの値。じゃあ、シータの値、まあ、この辺だなと。ここはシータで、ここはアルファということですね。単位円を考えた時の、この点ということになります。これがアルファ。じゃあ、アルファの5乗の値はっていうと、まあ、1になるだろうっていう計算が立ちますけども、まあ、要はこれ分のこれ、これが大体いくつぐらいの値なのかっていうのをシータを出していきましょう。まあ、この値を知っていればですね、すぐわかるんですけども、まあ、これを予想していくと、大体これぐらいの値だと、4分の 1.2 いくつですね、は、まあ、有名な角度としては75度とか72度とかそのあたりかなっていうのが予想がつくかなと思います。これぐらいの角度だと。で、75度っていうのはないですね。コサイン75度だと、これはコサイン45度と30度に分けられるので、これはないですね。計算すぐできて、これはないな。これの値にならないっていうことはすぐわかるかなと思います。ですので、まあ、72度かなっていうのを疑って、まあ、やってみましょうか。コサイン72度ってどうやって出すのかっていうのをちょっと考えましょうか。コサイン72度は、まあ、知っていればおしまいなんですが、72度っていうのはここの角度ですね。72度、72度っていうのを用意してあげて、ここ36度。これ二等辺三角形になりますね。で、これを半分にパカーンって割ってあげると、そうするとここも二等辺三角形になります。ここ36度で、ここ72度。そうするとここも相似な二等辺三角形がこうできますよと。これを使うとうまくいきます。で、ここ長さ1とすると、ここ1ですね。で、ここ X としましょう。そうすると、これ二等辺三角形になるわけですので、こことここが等しいよ。さらにここもここも、36度、36で等しくなるので、ここは x、x、x になるわけですね。ここ x とすれば、ここ x。そして、ここも x になるよと。さらに、ここ1、1で、ですよと。で、あとは、この二等辺三角形と、この二等辺三角形、相似ですので、相似比を考えて、1対 x、イコール、これ対これが、これ対これですね。つまり、x 対、ここは 1-x ですよと。こうなります。で、あとは、これとこれかけたのと、これとこれかけたのが等しいということから、x2 乗が 1-x で、これを解いてあげれば、x2 乗プラス x マイナス1が0。これを解くと、2分のマイナス1プラスマイナスルート5ということになりますね。で、マイナスだとこれ負になっちゃうので、これプラスの方ですよと。x の値はこれのプラスの方と。これで x が出ました。で、今、コサイン72度かなということを疑っているので、コサイン72度はっていうと、結局、ここが72度ですので、これ分のこれですね。つまり、ここの半分。1分の2分の x を取ればいいと。これ分のこれがコサイン。この72度ですね。ですので、2分の x ですよと。2分の x を計算すればいい。x は今これですから、2分の x は4分のマイナス1プラスルート5ですね。これの2分の1した。ということで、ちゃんと、この値になってますね。ということで、これがコサイン72度なのと。シータの値は72度ということがわかりますよと。まあ、知らなければちょっとこんな風に計算してみて、この値は72度だなということがわかるのかなというふうに思います。ということで、結局これ、72度っていうのはこれ、180度の5分の1ですね。360度の5分の1ですね。つまり、5等分したものと。この、こういう、正五角形のこの、5等分した角度ですから、これ結局、アルファの5乗はっていうと 5θ。変角5倍になるわけですから、1、2、3、4、5って回ってきて、ここに来ますよと。つまり、アルファの5乗っていうのは1になりますね。というふうに、まあ、こんな形で求めることもできるのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。